長浦駅は愛知県知多市町浦一丁目にある名鉄常こ線の駅。駅番号は TA14。相対式ホーム2面2線の地上駅で無人駅である。駅集中管理システムが導入されている。駅舎、改札は上下線で別々に設置されている。両ホームともにホームの有効長が4両分しかないため、6両編成以上の列車が停車すると、 ドアカットが行われる。下の時計、移動等円滑化取り組み報告書によると、近年の1日平均上高人員は、下表の通りである。駅の東側は、丘陵地に、やや古い住宅が並ぶ。急な坂が多い。もともと長浦駅周辺は、長浦ろみ園文化住宅地など別荘地として、開発された地域である。また、海水浴場でもあったため、 1927年に駅に隣接する場所に鉄筋コンクリート製モニュメントのタコのターちゃんが設置され長らく長浦海水浴場のシンボルとして親しまれたしかし1959年の伊勢湾台風で壊滅的な被害を受けた海水浴場はその後復旧されることなく埋め立て地として造成されることになりターちゃんのモニュメントも1963年12月に 解体された。寺田雄一、海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング、2013年、256ページ。ISBN 978から47億7701万3364。SF カードシステム、トランパス導入路線図名古屋鉄道、2004年12月24日、AB、長浦路線一覧。名古屋鉄道。 2021年10月3日閲覧。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、間末折り込み、名古屋鉄道配線略図名鉄120年史、編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。地下の統計地下市、移動等円滑化取り組み計画書、報告書名古屋鉄道。ありがとうございます。